バトルスピリッツ、バトスピやろうぜ X。 みんなこんにちは。今日は BP について教えよう。ギャラクシー渡辺のワクワクバトスピ塾、アタック、ブロック、BP 勝負。今回の塾生は勝也くん、ジョージくん、シュージくん、レンくん、ソランくん、ケイナくんだ。そしてボンバーもいるぞ。まずはギャラクシー渡辺からバトスピのルールを習ったぞ。みんなしっかりルールを覚えてカードバトラーの第一歩を踏み出そう。よし、みんなルールは分かったな。みんな手元にカードあるかな。はい。それでは BP クイズだ。黒板のロードドラゴンに勝てるスピリットはどれかな。3体がかりじゃ。3体がかりはダメです。みんなは分かったかな。はい。よし、正解。みんな正解だ。バトルで勝つためには相手の BP がいくつあるのかを見極めることがとても大切なんだ。はい。バトルはアタック宣言をした瞬間からスタートするぞ。アタックする場合はアタック宣言をしてアタックするスピリットを横向きにする。ブロックする場合もブロック宣言をして横向きにするんだ。そして次はバトル解決。バトルは BP の高いスピリットの方が勝つぞ。BP で負けたスピリットは破壊されるんだ。 BP が同じ場合はどうなるんだ。お、ボンバー君、いい質問だ。 BP が同じ場合はお互いのスピリットが破壊され相打ちになるぞ。アタック時に BP が上がるスピリットは攻撃に向いているからガンガンアタックして相手のブロッカーを破壊しライフを狙えるな。ブロック時に BP が上がるスピリットは相手のアタックをブロックしやすくなる。スピリットを残しておくことも大切だな。はい。 BP を見極めてバトルを有利に進めよう。よし、みんな BP について分かったかな。はい。今日の BP についてはホームページのおさらいコーナーでチェックしてくれ。目指せ最強のカードバトラー。カートゥーンネットワークのホームページから今すぐ応募してみんなで一緒にバトスピを覚えよう。バトスピやろうぜ。バトスピ最大のお祭り、バトスピマックス。7月22日は東京ビッグサイトに集まれ。セクシー